はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、最大 30% 還元 PayPay、LINE Pay、メルペイをセブンネットショッピングで買い物、店頭で決済をしてお得な特典20ドリということで、今回は現在キャンペーン中のセブンイレブンのキャンペーンとセブンネットショッピングを組み合わせることでお得にお買い物ができるということについてお伝えしていこうと思います。ということで、まずキャンペーンのおさらいなんですけども、現在セブンイレブンでペイペイ、ラインペイ、メルペイの最大 20% 還元が開催中ということで、今回紹介するのはこちらですね。セブンネットショッピングということですね。現在 10% 還元のキャンペーンをやってまして、こちらのセブンネットショッピングでお買い物をして店頭で受け取る設定をしたら、店頭での決済が必要なので、その時にペイペイやメルペイ、そしてラインペイでの決済が可能となります。ちなみにオムニセブンのキャンペーンでは最大 20% というキャンペーンなんですけども、まあ、ちょっと条件を見ると QR コード決済ができそうなのはセブンネットショッピングのみみたいですので、今回はこちらのセブンネットショッピングをピックアップしてお伝えします。で、これを行うことで合計 30% の還元を受けることができます。ちなみにこのセブンネットショッピングでもらえるのは7個ポイントなので、 PayPay や LINEPay、 そしてメルペイの還元プラス7個ポイントがゲットできるようになります。ちなみにこのやり方に関しては、一応セブンイレブン側や PayPay などに問い合わせて聞きまして、それぞれ還元も可能ということでした。そもそもセブンネットショッピングにはどんなものがあるかというと、主に本、コミック、雑誌、CD やグッズ、DVD、ブルーレイ、ゲーム、ホビー、ギフトなどですね。なので、もしこの中で購入を検討しているものがあれば活用するのもいいと思います。今回のキャンペーンを受けるためには、必ずスマートフォンでの応募が必要となってます。で、応募方法は右の画面みたいな感じですね。一応キャンペーンのページは下の概要欄に貼っています。そして決済までの流れを説明すると、オムニセブンにてキャンペーンに参加して、で、セブンネットショッピングでお買い物します。で、セブンイレブン店頭で受け取って、PayPay や LINEPay、メルペイで決済をして完了という流れですね。で、対象期間が2019年の7月の1日から7月の31日まで。で、対象の条件なんですけども、セブンネットショッピングで税抜き2000円以上、送料、手数料込みを注文することが必要となってます。で、もらえるポイントは7個ポイントということで、この付与日は商品を受け取り後7日以内に付与されるということになってます。そして今回の注意点がこちらの日程ですね。まあセブンイレブンの三平祭りが7月の11日から7月の21日までとなってます。まあそれまでに頼んだ商品が届けば大丈夫なんですけども、それ以降だと LINEPay やメルペイでの決済ができなくなります。ちなみに PayPay に関してはキャンペーンの延長が発表されたので、 PayPay なら月末まで大丈夫です。ちなみに今回のワンピースの新刊を購入する場合なんですけども、僕が住んでいる地域だと動画を撮ってるのが7月の11日なので、届くのが3日後の7月14日となります。なので実際の商品がどれぐらいで届くかはご自身で確認してみてください。ということで、今回は三平祭りと組み合わせてセブンネットショッピングでお買い物をしたら最大 30% 還元されますということにお伝えさせていただきました。まあこのオムニセブンやセブンペイに関しては先日ある意味お祭り状態でしたので、もし今回の方法で行う際も自己責任でお願いします。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。